ばんは。もうちょっと家族が寝静まってしまってるんで声がちょっと小さくなるんですけども、その辺はちょっとご了承ください。前回出した瓜田純史さんの動画についてなんですけども、まあ思いのほかたくさんの方にご視聴いただきまして、また新規にチャンネル登録をしてくださった方が約80名くらいいらっしゃいまして、本当にありがとうございます。まあただですね、私のような一般人がしゃしゃって、まあ、ちょっと偉そうなことを言ってしまったので、まあ、ちょっと不快に思われた方は申し訳ありません。コメント欄の方もですね、たくさん温かいコメントをいただきました。ただまあ本当に自分は全然人に自慢できるような人生も送ってませんし、大してお金もありませんし、本当にただただひたすら小学生の息子と2人でがむしゃらに生きているただのおっさんでございます。で、瓜田さんの件に関しては、まあ、前回もお話ししたんですけども、やっぱりそのアウトローなところってやっぱりデリケートな部分だと個人的には思ってるんで、まあ、余計なことはやっぱり極力お話はしないようにしたいんで、まあ、ただただ純粋に瓜田純史さんの動画が好きなただの視聴者です。でまあ瓜田さんが YouTube を始められた頃からずっともう動画も視聴させていただいてまして、でまあ特につい最近の瓜田さんの騒動で考えたこと、考えさせられたことがあって、まあ、ますます瓜田さんに興味が湧いてきまして、まあ、瓜田さんの著書である遺書を購入してみました。ぜひ読ませていただいて、また次回感想なんかをお話しできればいいなと思います。でまた今回なぜ動画を撮ろうかと思ったかと言いますと、まあ、本来であれば次の動画はこの動画だったんですけども、まあ、せっかく約80名の方に新規登録していただきましたんで、まあ、ちょっと私たちのことをお話ししたいなと思いましてカメラを回しております。でまあいきなりこういう動画を出しちゃうと、なんだよと、前回真面目な話をしていたくせに結局こいつらバカかよと、まあそんな風に思われてしまうのもちょっとあれだったんで、まあ私たちがちょっと YouTube を始めたきっかけなんかをお話ししたいと思います。でまあ始めた当初はちょっと面白いおばちゃんもメンバーにいたんですけども、分け合って脱退しました。で今はほぼほぼ41歳3人のおっさんがチャンネルを運営しています。でこの私が企画編集を担当しています。でまあチャンネルのページを開いていただいて、まあ何個か動画を見ていただけると、まあ大体、まあ、こいつが主役みたいな感じで動画に出演しています。でまあこれだけ見ると、まあこいつはただのハゲでもうどうしようもないおっさんに見えるかと思うんですけども、まあ、長くうちのチャンネルを見てくださっている視聴者さんは皆さんご存知なんですけども、まあ、こいつはですね、実はアウトロー時代からの兄弟分でして、まあ、約30年ぐらいの付き合いがあって、今は私が経営する解体業の従業員として頑張ってくれています。で話は前後するんですけども、もともと YouTube を始めたきっかけというのが、実は私の父親がある病気で入院をしまして、で私は父子家庭で子供を一人で育ててる身分なんで、やっぱりどうにかしてその入院費を稼ごうということで、まあ今考えればちょっと浅はかなんですけども、まあ、そんなことで、まあ、YouTube をやろうということでみんな協力してくれました。でまあ毎回動画でハゲ頭を晒して恥になるような動画にも嫌な顔せず出演してくれて、おかげさまで今まで YouTube をやってこれております。で本当に動画だけを見るとただのハゲ親父で、まあどうしようもないバカに見えると思うんですけども、まあ実は非常に義理がたくて、まあ私が懲役に行って出所した時もまとまった金を準備してくれて、車も準備してくれて、私にとって本当は恩人なんですよ。で今回も嫌な顔をせず YouTube も
まあ間もなく2年ぐらいになりますけども、ずっとやり続けてくれています。でまあ残念ながら自分の父は去年亡くなってしまったんですけども、まあその間に、まあありがたいことにうちにはほぼほぼアンチもいなくて、温かい視聴者さんばかりで本当に応援していただいてますんで、それで今でも YouTube をやり続けてることができています。でまあ自分で言うのもちょっとおこがましいんですけども、義理ってやっぱり大事じゃないですか。まあこんなネットの社会でも義理っていうものは成立すると自分は思ってますし、まあ現実社会でも一度でも一緒に食事をしたら、そこにはまあ一食一飯の恩義っていうものが存在しますし、まあそういう義理をおろそかにする人間は自分は本当に大嫌いで、まあ自分とダディに関してはその辺はまあ日々おろそかにしないように心がけて生きてるつもりです。でまあそんな感じなんで、まあ今までいろんな声があったんですけども、そんなんじゃ YouTube 伸びないよとか、そんなん配信者と視聴者が一緒になって、まあ、友達みたいにやってたら疲れるでしょうとか、いろんな声があったんですけども、まあ、自分はそれでいいと思ってるんですよ。まあ、正直疲れることもあるんですけども、でもまあそもそも、まあ、うちの父が亡くなってしまった時点で、まあ、YouTube は本当にお金目的でやってるわけではないんで、まあ、もう9割方趣味でやらせてもらってるんで、本当にお金はどうでもいいんですけども。でまあ前回もお話ししましたけど、まあ私とダディはもともとアウトローな人間で、でもいちいちそんな昔のアウトロー体験談をもうネチネチ毎回動画で話して半分自慢みたいになるんだったら、まあバカなことをやって面白いことをやって皆さんに笑っていただいて、もうコメント欄でも小バカにしてもらうぐらいが本当にちょうどいいと思ってるんで、まあそんな感じなんで、まあこれからも、まあふざけた動画、もうバカな動画、クソ動画たくさんやっていくと思いますんで、その辺はご了承ください。ということでまた次回から通常の動画をお送りします。ご視聴ありがとうございました。